若草河蘭は奈良県伊古郡国カル賀町の法隆寺西河蘭南東部の境内から発見された寺院跡である。創建寺の法隆寺であると考えられることから創建法隆寺とも呼ばれる。法隆寺は日本書紀の解釈によれば606年、時伝によれば607年に聖徳太子が建立したとされる。日本書紀には670年に 法隆寺が消失したとの記述があるが、現存する法隆寺はその近道の様式から、創建寺のものであるとする説もあり、明治20年代から約50年間にわたって、現存する法隆寺が、創建寺のものか再建されたものかをめぐって、再建、被災建論争が繰り広げられた。若草原には、巨大な塔の石があり、明治10年に一度発掘されるが、間もなく埋め戻される。 しかし、明治十九年に北畑春草が買い取って自邸に運び、この神祖の上に小さな五十道を建立する。大正四年、北畑は久原草之助にとうとこの神祖を売却し、兵庫県神戸市にあった久原邸に移される。昭和十三年、今度は久原邸を野村徳七が買い取って別邸にする。が、翌昭和十四年に法隆寺に返還された。 法隆寺は真相を本来の位置に据えることを希望したため、同年12月から発掘調査が行われた結果、南北に配置された2機の機壇が検出され、等及び近藤の機壇と推定された。この発掘調査によって、若草ガランが総研時の法隆寺である可能性が高くなり、再建、非再建論争に一応の結論が出されることとなった。ありがとうございます。